平均寿命が伸びる中、健康寿命も伸ばし、いつまでも元気に自分らしく過ごしたいものです。人生100年時代、富士見パワーアップ体操で体づくり、仲間づくり、地域づくりに取り組みましょう。富士見パワーアップ体操は、椅子に座ったまま、音楽に合わせてストレッチ、下半身を鍛え、全身のバランス力を高める体操です。健康増進センターが実施する研修会でリーダーを育成、そのリーダーが住んでいる地域でクラブを作り、公民館や放課後児童クラブなどの公共施設で活動しています。転びづらくなって楽しく体操に来られるというあの話を聞きますと大変嬉しく思うんですね。で、あの無料っていうのがとても魅力みたいで、皆さんあの喜んで来てくれてます。やっぱり口コミでの増えていきまして、かなり人数が多くなって町会別に分けたんですね。この体操がスタートして10年以上、地域クラブは市内に続々と誕生。その数は50以上に及び、さらに増え続けています。60歳代の方から90歳代の方まで、多くの高齢者が参加しています。基本的にはね、若返った感じです。落ち込んでたんですけれどもね、あのお世話になるようになってからね、あの元気が出てきました。この間も健康診断に行ったらね、この年に呼吸が上手だってね、あの褒められました。本当に感謝してます。パワーアップ体操は、椅子に座ってバランス力を鍛える体操、セラバンドを使った筋力アップの体操、歩行やいろいろな動きで全身のバランス力を鍛える体操の3つのパートで構成されています。慣れたら大丈夫です。やっぱりあの手と足と交互にやるのはなかなか難しかったわけですけど、はい、皆さんでゆっくりとしたテンポでやりますし、それぞれの体力に合わせてやれるので無理がないんですね。できる範囲内のことをやっていただければいいし、間違えてもいいし、何をやってももうそれはそれで自分の自由なんですね。3つのパートでおよそ40分間、休憩をしながらの体操です。皆さん、続けていて何か変わりましたか？平坦の道路でちょこっとの段差があっただけでもつまずきまして、それがこれをやってかわすんですね。腰が痛くてですね、言ってて、いやこれをやってからまあだいぶ良くなりまして、筋肉がついて、あの普通に動けるようになって、足も軽やかになったし、あのバランスが良くなったような気がするんです、自分で。体操するとね、よく眠れる、朝食欲が出る。一人では続かなくても仲間と一緒なら続けられる。週1回の集まりで生きがいと絆が生まれています。年老いてうちで閉じこもっちゃうんで、こういう方々と一緒にね、あのやることによって頭の回転というか、そういうのもできるので、ね、ここへ来るとあの情報交換などできますし、元気になりますね、お話でね。みんながいるとやっぱりそんなにやる気になってくるんですけどね。一週間楽しみですね。面識がなかったんですけど、あのこの体操始めてからあのコミュニケーションがなんかよく取れるようになったんですね、はい、こういうとこで集まって笑ったり喋ったりするのもすごくいいことだと思います。音楽に合わせて楽しく、体力に応じて参加できるパワーアップ体操、健康と生きがいを手にした高齢者が続々と誕生しています。あなたも体操に参加し、地域デビューしませんか？